After both the games we played yesterday, I'd say we're pretty confident because the matches were pretty clean from our side, like not too much struggles. I think we're confident going into both matches. I don't think I resemble with any champion. I think I'm Sharon Fire. That's who I am. That's my champion. I don't think we have a tough match against anyone. I think everyone's pretty good competition, but I would like the first verse Team W because it would just be crazy. The crowd would be crazy, and I'd love to shut the crowd up. I did that in Brazil. It was pretty fun, so. I think from my last performance to boot camp and just practicing and preparing for, I don't know what day it was on, in 3 days, I think that I'm a lot better than I was in the grand final, so I hope you guys see a new me. I used to play in NA, so I faced Contracts when he was in Challenger Series. I lost, so it would be good to smash him. はい、それでは引き続きワールズ2017プレインのデイ2の模様をデイマさんと共にお送りしたいと思います。はい、何笑ってるんですか。いや、ちょっとデイ2の電話でなんかくどいなと思って。いや、何もおかしいとは言ってないですよ。さあ、それではこの後クラウド9 vs ダイアルブスの試合が行われます。そしてその両チームからのインタビューの動画でしたけれども、まあ、ダイアルブスのメンバーはなんていうんですかね、まあ、リフトライバルでもそうでしたけれども強気な発言がまあ心情と言いますか。そうですね、昔からずっとかなり強気な発言を続けていますよね。まあ、なんかそういう、まあ、なんていうんですかね、お国柄と言いますか、ちょっと挑戦的ですよね。うん、インパクトに対しても SNS 上でなんか投げたりとかっていうこともあったようですからね。返しがすごい面白かったですけどね。さあ、そしてこのクラウド9とダイアウルブスの試合、クラウド9はすでにこのプレインステージからラウンド2への切符を手に入れています。そんな中でのドラフトです。ウルサイドがクラウド9、そしてレッドサイドがダイアウルブスです。さあ、バン、トリスターナ、ジェイス、そしてジャックス、ガリオ、ザヤ、そしてラストバン、カリスターが空いています。カリスターバーンしないんですね。こうなると、おっと、カリスターをファーストピックしても、マオカイをバーンしているのであればカリスターのファーストピックしますよね。そうなりますよね。となると何かしらの答えを持っていなければまずいと。そうですね、ただトリスターナとザヤバーンしていることを考えると、カリスターに対して当てるチャンピオンというのがかなり制限されてしまいますが、ちなみにこれまでカリスター、まあ、全ての試合でバーンされてきましたが、何がそこまでこのカリスターというチャンピオンを危険させているんでしょうか。純粋なレーニング能力の高さ、そしてアルティメットによるエンゲージ能力、回答の能力、中断戦による回答の能力、そしてゲーム中盤によるダメージの高さ、まあ、その先ほど述べたものが基本的には全ての AD キャリーの中でも一級品なんですよね。それの、まあ、他のチャンピオン、まあ、明治サポートが消えたことによって出てきたチャンピオンなんですけど、今かなり注目されていますし、世界的にも一番チャンピックされている AD キャリーですね。さあ、そしてそれに返し、そのカリスタに対しての返し、ジャーバン4世、そしてアッシュと見えています。そしてラカンを取っていきました。カリスタ・ラカンのこのコンビネーションも非常に強いという話は聞いています。そして最後チョガスを取ってきましたが、ここまで見てどうですか。ピックとしてはクラウド9が非常に強力なピックをいくつも獲得していますよね。これに対してダイアルブスとしてはボットレーン、まずは破壊されないようにサポートを強力なものを置くか、ディフェンス能力が非常に高いチャンピオンをピックしていくかのどちらかになりますね。さあ、サードピックはセジュナリです。ここからワンフェーズになります。まあ、先ほどのゲームではクラウド9耐えなければいけないゲームなのかなと思ったら3分でゲームを壊してきましたけれども、ここまでのゲーム3試合クラウド9のゲームがありましたが、マッチ一人調べましたところですね、はい、基本ゴールド差というのはこう上下するものだと思うんですけれども、6分以降、ゲーム開始6分以降クラウド9に対してゴールドのアドバンテージを取れた試合というのは今まで一つもありません。なので耐えるのではなく、ダイヤウルブスにしてもチームワンにしてもそうなんですけれども、やはりこうガツガツ攻めていかなければ勝てないとそう思うんですよ。そうですね、自分たちのプレースタイルを貫き通すしかないですね。クラウド9の最初から攻めてくる姿勢というものを自分たちの
得意としているプレーではあるので、それを上回る動きというものが一つ重要になってきますね。そしてこれまでの試合すべて、ファーストブラッドに関わっている率 100% ジェンセンキルかどちらかで必ず関わっています。そのジェンセンに対してのターゲット番オリアナとルブラン、そしてクラウドインの開始はモルガナとブラウムです。ディフェンシブなジャンピオンを潰してきましたね。そうなるとここでピックできるのはタムケンチであったりアリスターで、そうですよね、まあ、ラカに対してやはりアリスター、カリスタに対してのカウンターにもなるので、アリスターというチャンピオンは非常にいいピックですね。どういった点でカウンターになるんでしょうか。コンボがあるんですけど、 WQ のコンボが指定 CC に近いので、カリスタは指定対象戦の CC に対して非常に弱いので、そういった点でのカウンターになりますね。なるほど。さあ、そしてそのアリスターロックインです。クラウド9が先に全ての構成を見せる形になります。さあレクサイ、はい、まずはジェンセンのシンドラからです。そしておっとヘカリムですか。まあ、バックラインの破壊が得意とするチャンピオン、そしてかなりバフも受けています。今のジャングルであれば体力も減らずに回れますから、まあ、ちょっと注目浴びるかもなという、まあ、かなり低い確率ではありますけど、ちょっと話はしたことはありますが、おっと、はい、俺たちもやるんだということですか。あ2試合連続ですか。ジャングルエズリアルロックインです。ここでエズリアルですか。もう少し、まあね、先ほどのピック見せていたレクサイであったり、そういうチャンピオンをピックしていくのかなと思ったんですが、ここをジャングレーズにするんですね。そしてダイヤウルプスはブラッドミアです。シンドラに対してのカウンターという理由でピックしていますね。このジャングレーズがどのように動くかですが、昨日の試合を見ている限りコントラクス選手、これキャリー系のジャングル非常に得意としているので、ここをまずはダイヤウルブスとしてはかなり警戒しないといけないですね。そしてジェンセンのシンドラに対してブラッドミア取りましたが、カウンターとしてしっかりとプレーできるかどうかですね。先ほどの試合でも10分の時点での対面とのゴールド差1000ゴールドを超えていましたからね。とんでもなかったですからね。かなり早い段階でのライズであそこまでの差を開いてしまう、もうミッドレーンの、このグループでの化け物ですよね。かなりモンスタープレイヤーとかしてますね。どのようにして止めるかといったところで、まずはブラッドで、まあ、キル取ることはできませんが、キルを取られないレーンに作り上げていくというのは、まあ、かなりいい選択ではあると思いますね。さあクラウド9はプレインステージ、まずはラウンド1最後の試合になります。このウーハンでのステージ、先ほど飾られていた、まあ、会場の中央に飾られている、まあ、モニュメントといいますか、バロンとエルダードラゴンのモニュメントがあるんですけど、あれ作ったのは 3DCG の、まあ、モデルを元にしてるんですけど、まあ、日本のクリエイターの方が作ったんだという話も聞いています。すごいですね。あれかなりなんか細かいといいますか、相当美しい造形してますよね。まあ、今回のワールズにおいていろんなところで使われているビジュアルですからね。さあそしてデイワンさん、お互いの構成が出揃ったわけですけれども、ダイヤウルブスとしては集団戦を行っていきたいですね。そしてまずはトップレーンのジャーバン4世を強くしてから別レーンに対して影響を与えていきたいですね。クラウド9はジャングルエズリアルということもあるので、序盤からガンガンプレッシャーかけていくと思いますね。ジャングルエズリアルというのはそういうプレイスタイルなんですね。そうですね、レベル3で赤バフ、レッドバフを持った状態での殴り合い、そして各レーンのプレッシャーというところが非常に強力なので、そこをまずは生かすための動きをすると思います。さあ先ほどの試合のような序盤から波乱が巻き起こる試合になるのか。さあそしてコントラクツはスターガーディアンエズリアルスキンですね。新しいスキンですね。さあそれでは見ていきましょう、クラウド9 VS ダイヤルブスの試合スタートです。さあ相手のジャングルに対して視界を指しているのはクラウド9です。相手のレッドバフに対して視界を取っています。ここは敵のスタート位置の把握をして相手のジャングルの逆サイドに入っていくという動きになります。カウンターを狙いに行くんでしょうか、それともキルを狙いに行くのか。どちらも狙っていくと思いますね。なるほど、来るのであればキルを狙って、来ないのであればバフを狙う、柔軟な動きをしていく、ね、いきますね。相手のカウンターに入っていくのはただまあ、おそらくやるだろうなと。そうですね。それに対してダイオルブスも
警戒しているでしょうか。一度自分たちのレッドにワードを刺した上でのブルーバフスタートです。やはりジャングルのクリアスピードといったところ、敵がキャリージャングルである場合は非常に重要になりますからね。遅くなればなるほどキル取られる可能性というのは非常に高くなるので、ここはいい判断だと思います。そしてコントラクスどこに行くのかなと見えましたが、まずは自陣のレッド、そしてラプターへと向かっています。お互いのジャングルの差し合いというのがこの後かなり注目を浴びることになりそうです。そしてまあカウンターを狙っていくのはコントラクツ、そしてダイルブスとしてはシェンファイアがトップを狙うのはいいのではないかという話でしたね。そうですね、ボットレーン仕掛けてもいいんですが、ただカリスタのダメージといったところ非常に大きいので、下手すれば事故が起きてしまう可能性があるので、それを考えるならばトップレーンダメージの出るジャーバン4世とともに、まずはトップレーンからドミネートを狙っていくという動きが一番リスクがなく楽な動き方ができると思いますね。なるほど。ただシェンファイア自陣のブルーを全て回った後レッドに行く動きをなかなか見せませんね。むしろ相手に対してカウンターに入っていますよ。そしてコントラクスはレッドのコントロールに向かいます。これはレッドバフにエズリアルが来ること、いやボットレーンの眼光を狙ってますねシェンファイア。ただワードに映るぞさあ映った。しかしその間にダイアウルすでに仕掛けているが、スニーキーすぐさまフラッシュで対応しています。 CC は入っている、イグナイトファイト、そしてスタンが入る。スニーキーを落としきれるか、落としきれるか、フラッシュインからオートアタック、最後ファーストブラッド獲得はデスティニー。ダイアウルスファーストブラッド獲得です。このルートはちょっと予測できませんね。おそらくコントラクス選手がトップレーンのジャングルに入ってくるだろうという予測からのボットレーンのガンクだと思います。ここはクラウド9からしてもかなり確実にあっけに取られたようなガンクでしたね。クラウド9初めてファーストブラッドを奪われました。ここはダイアルブズ、先日はボットレーンから作るという動きをうまくできなかったんですが、今回はしっかりと決めていきましたね。シェーンファイアから作り出すチームだという話はしていましたが、その形がやっと2日目のこの試合において出てきましたね。ここでコントラクス選手はしっかりとファームをしてレベル差というものを作り出し、そしてバフのコントロールも行えているので、ここからどういう動きをするかですが、またボットに行くんですかね。もう一度行きそうですよ。クルーグをやるのか、いやこれは仕掛けていますから、後ろから来るぞ、シェーンファイア来る、シェーンファイア来る、さあ仕掛けているのはダイアブルス、キングのスローが重い、スニーキーは全く身動きが取れない、トップレーンからテレポートでインパクトがやってきていますが、ただその前にスニーキーがなる、ただキングも打ち取っていると、一時のトレードになっている、ここからどれだけ奪えるかどうかです。さあチッピーズもやってきてダブルキルはなんとデスティニー、これで3キル目だ。さあただここにコントラクスがやってくる、ダブルを持っている状況ではありますが、2対3、打ち上げは入っていますが追撃はできません。ここはどうする、おっとたらいいダメージが入っているぞ。たまらずシェンファイが一度体を前に出して助けに入りますが、ブリンクインからコトル狙いに行く、ただダメージが通り切っていない。もう一度デスティニーが下を出て EQ で返していくのはチッピーズの返しだ。ただインパクトフラッシーからなんと1キルもぎ取ることに成功している。とんでもないキルゲームになってきた。5分に到達するその前になんと全部で7キルが発生しているぞ。1分1キルという速度以上ですね。これはダイアルブスとしては自分たちが序盤からかなり作り上げていくのが得意としているチームなんですが、これは波に乗れますね。このままこれがどちらかといえばダイアルブスが非常に得意な速いゲームですよね。そしてこのままゲームを続けていくとダイアルブスとしてはかなり自分たちの得意なペースに持っていくことができるので、ここ非常にうまかったんですがダメージが少し通り切りませんでした。 W シールド分ですね。そうですね。でこのキル取られることが分かってしっかりとフラッシュインで1キル確実に返しているのはインパクトですね。非常に素晴らしい判断でしたね。さあただこの戦いによって、ミッドレーン以外のサモナースペルほとんどがダウンしましたよ。ただここで、キルを3つ取っているのがデスティニー選手のサポートになっているので、ここからサイドローム、デスティン選手としてはサイドロームを行ってジェンセン選手であったり、もう敵のジャングルの中にワードを刺していく動きをできなければうまくそのキルサーといったところを利用することができないので、デスティニー選手の動きに注目していきたいですね。デスティニーは大量に得たゴールドをモビリティブーツ、そしてサイトストーンというこの2つのアイテムに使用しました。ここから見える狙いは今電話さんが言った動き、そういうことになりますか。そうなりますね。
そして先ほどカメラ上では映っていませんでしたミニマップ上でデスティニーがシェンファイとともにですねクラウド9のレッドバフ付近に対してワードのコントロール視界のコントロールを行いました。そしてトップレンガークはシェンファイアインパクト先ほどフラッシュは使ってしまいました。チッピーズのキルになります。いやキル差そしてアシスト差で生まれてしまっていたゴールド差でしっかりとキルを取り切っていきましたね。そしてこれによってジャバン4世チッピーズを育てるというその一つの狙いも達成されつつありますね。すでに 2-1-2 と非常にいいスコアになってきている。ジェンセン選手が得意としているミッドレーンの、ドミネートからの動きといったところブラッドミアで しっかりと抑制できているのでファンティック選手としても非常に素晴らしい動きができていますね。 CS のアドバンテージやや取られてしまってはいるもののキルは取られていないやつはここにコントラクツが入ってきますが息のスタンはしっかりとフラッシュで対応しました。素晴らしい判断ですね。ここでキルを取られてしまうとジェンセン選手に大きくリードが生まれてしまうので、常に狙っていきますね。アルティメットでブルーのスティールを狙っても見えていないはずなんですが勘で打ちましたか。予測で打つにしてはすごい読みがいいですね。さあただこのコントラクツの動きも見えているんですよね。今まではほとんどのゲームでコントラクツの動きというのは把握されることはありませんでした。なぜなら自身が圧倒的に勝っていたからです。しかし今回は至る所先ほどのレッドバフを買っていた間もそうでしたが動きを把握されてしまっている。有利を取れて いる状況が何度もあったので今回この状況というのは初めてということにもなりますからコントラック選手としては少し動きにくそうですね。少し今までこう序盤からすぐさまゲームを展開できていたクラウド9としては少しゲームの様子が変わっていると。カウンタージャングルを行っていきますね。そしてもう一度シェンファイアがボットに来ますよ。さあデスティニーがスニーキを捕まえたスヌーシーがすぐさま助けに入ります。俺に夢中で一度時間を作りながらですがアルティメットがしっかりと当たっている。そしてスニーキー身動きが取れない。あと一発届ききるキングのキルになる。さらにスヌーシーを捕まえてまたしてもデスティニーランページコール。ただここは最後はイグナイトのダメージによってダウンです。さあ 2-1 のトレードになりました。ここでキング選手にキルが入ったこととボットレーンを延々とキル取り続けていますからダイヤウルブズのボットレーンから作り上げていく動きそしてシェーンファイア選手のビルドの進み具合といったところを大きく加速していますのでダイヤウルブズとしては狙い通りに動けていますね。そしてもう少しで10分になろうとしているんですが初めてクラウド9に対してゴールドのアドバンテージを得ている状況ですね。わずかではありますがダイオルスが勝っている。そして相手のジャングル奥深くに入ってきたコントラクツを狙いに行く動きです。ただチッピーズはタワー下に抑え込まれています。ジェンセンの素晴らしいスキルコンボによってここはダイオルス下がることになりました。モビリティを履いているということもあってデスティニー選手は非常にロームが速いですね。ここはしっかりと自分自身が得たキルの数といったところを生かせていますね。さあそして時間的にも全てのチャンピオンにアルティメットが揃う時間になりました。そしてスニーキースヌーシーのアルティメットもすでに揃っている状況ではあります。お互いの狙いどうなるでしょう。先手を取れるのはそしてどちらなのか。この状態ですと先手を取れるのはやはり CC の量から考えてもダイアルブスサイドですね。それをスニーキー選手としてはどうかわすか。そしてもしスムーシー選手に当たったとしてもウルトで救出することができるかというところが重要になりますがここで狙いを変えてミッドレーンに狙いに来た場合はまた少しクラウド9としては動きづらくなりますね。ではダイヤウルブスは誰が中心となってクラウド9の面々を狙いに行くのか。ここはシェーンファイア選手がそうです。シェーンファイア選手自体が重要になってきますね。そしてどうやらこれはもう一度ボットレーンのようですね。コントラクツはミッドレーンによる動きを見せている。スキルコンボからさスタンを当たったアルティメットマルクの本流体力が大きく削れていますが潜ってかわしてアルティメットを避けているそしてアルティメットによって回復したデッドしない。そしてボットレーンのタワーダイブを行っているダイヤウルースだ。アルティメットがしっかりスニーキーに決まっている。そしてチッピーズのテレポートも間に合っている。スニーキーがダウン。決戦場をなんとかスムーシーフラッシュアウトで逃げることはできましたがまたしてもボットレーンでキルを生み出していくのはダイヤウルース。徹底的にボットレーンをいじめ抜いていきますね。この動きをすることによってカリスタの中盤の
パワースパイクといったところを遅らせることができる、そしてアッシュのイニシエートからガンガン攻めていくことができるようになるので、これはクラウド9としてはかなり動きづらいですね。なんとスニーキーのスコアが 0-4 に、ここまで本来デッドする AD キャリーではないので、ここ徹底的にいじめ抜かれてしまうと、スニーキー選手としてはまずメンタル面がどうのようになっているかですね。それでも CS が並んでいるというのは素晴らしいと言わざるを得ませんが、やはりハンドスキルですね。そしてミッドレーンをもう一度狙いに行きますが、ファンティクスが潜れれば、おっと、しかしトップレーンからインパクトがやってきて、スムーシーとの合わせ技、1キル獲得、クラウド9、そしてミッドのタワー CG につなげられそうです。このミッドレーンのタワー獲得できるとなると非常に大きいですよ。苦しい中からクラウド9、このローテーションのうまさ、ミッドレーンのタワー破壊につながりました。このタワーの破壊のおかげでサイドレーンのジャングルに対してのプレッシャーといったところ非常に大きくなるので、クラウド9としてはかなりうまい返し方をしましたね。ダイアルブスとしては通常通りのローテーション、トップレーンのタワー破壊につなげていました。そしてミッドレーン、いやボットレーンを押し上げていたのはスニーキー、そしてタワーに触ります。4人でボットのタワーを狙いに行きます。さすがのローテーションですね。一気にタワーを2本獲得していきますか。さあ、ただダイアウルブスもトップレーンサイドにローテーションをかけていましたから、リフトヘラルドを狙いに行きます。トラクラウド9は、おっとブルーのスティール、いやここはチッピーズが抑えました。先ほどから狙いが素晴らしいですね。そしてオーシャンドレイクへと向かうようです。その間にリフトヘラルドをまだ取っている最中なのはダイアウルブス、今獲得になりました。ドラゴンサイドに向かっていったという情報はあるはずなので、ここからリフトヘラルドを使ってミッドレーンに CG かけるということは十分にありますね。クッと動かしましたね。さあすぐさま召喚、そしてダイブをかけているデスニー、ジェンセン弾き返したぞ。うまくうまくセカンドタワーの麓まで逃げていますが、この CC の量、スニーキーは間に合ったが、アルティメットを展開している最後のファンティスのダメージ、取り切ってキルにつなげていく。俺に夢中からスムーシーが時間を稼いで握る返しのクラウドライン、さらにはチッピーズも捕まえた。そしてタワーは守れるのか、守れるのか、あと一発、あと一発、いやここは倒しきりましたが、それでも3キル3-1のトレードにつなげたのはクラウド9、しかしミッドのファーストタワーは破壊されました。ゴールド差、キル差といったところ一気に縮めましたね。先ほどのジェンセン選手のノックバックが判断としては素晴らしかったですね。あれがあったからこそファンティクスかなり無理をしましたよね。本来あそこまで入り込む必要はなかったんですが、この反応速度ですよね。スタンもこれで空振りに終わりましたね。1試合目からそうなんですが、スニーキー選手、ジェンセン選手ともに反射神経が素晴らしく速いですね。そしてスムーシー、アルティメット3人に当てています。いや少しキルを狙いに行くのか、タワー指示に、タワー指示をしていくのかといったところで判断に迷い、そして相違が生じましたか。さあ非常に早いゲーム展開が行われています。もう一度整理してみましょう。ゲーム時間現在15分です。グローバルゴールドのところではわずかに上回っているのはダイアルブス、タワー差は2-3の状況です。ミッドレーンのレベルが勝っているのはジェイス、おっとレッドルブランブルバック、おや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 、どこに行くの。あんなに忙しそうに動いているレッドブランブルバックを初めて見ましたが、ちょっと整理の途中でしたね、はい、コンダラクスがスティールを狙おうとしましたが、それはなりませんでした。さあゴールドが入っているのはダイアウルブス、さらに言えば、まあ、サポートのデスニーを入っているでしょうか。このデスニー選手のゴールドといったところをどのように生かすかですが、このビルドを見る限りはライザーズグローリーに行くのかなとは思いますが、おっとアローから捕まえた CC チェイン、全く動いてない。グレイシャルプリズンまで使ってジェンセンを絶対に逃がさない、その動きからキルを生み出していくのはダイアルブス。やはり先手を取れるのはこのチーム、ハードエンゲージができる構成というのもあって、主導権というのはやはりダイアルブスサイドに常にありますね。ただしキルにしかつながっていません。ここからオブジェクトにつながるような動きができるというのですが、ただクラウド9も盤石なんですよね。さあクラウド9インパクトのグローリー発動からチッピーズを追いかけますが、さあ打ち上げて決戦場、これはチッピーズも逃げられないと判断、いやここはフラッシュアウトを判断しました。追いかける判断はコンタクトしません、視界がありませんでした。まだブリンクも上がっていなかったということもあって追いかけることができませんでしたね。
さあコアアイテムモレロノミコンが完成しています。ジェンセン、それに対してはプロトベルトが完成しているのはファンティクス、スニキも王権が完成している。そしてキングはインフィニティエッジのラッシュです。アリスターは今回アーデンのセンサーを積んでいません。今回アーデントセンサーを積みにはいかなかったです。アッシュとジャンプはアーデントセンサーと非常に相性がいいのでアーデントセンサーに行くのかなと思ったんですが、それよりもハードエンゲージができるようなビルド選択にしていますね。スキルのダメージを上げているというそういうことですか。おそらくこのビルドであるならば先ほども言った通りライザースグローリーに行くと思うんですよね。なので自身たちからどんどん仕掛けて相手に何もさせないような動きにしていくということになります。デスニー、そうですね、デスニー今グローリーが完成しました。クラウド9側はなかなか逃げのスキルというものディスエンゲージのものがあまりないので、そこを狙ってライチャースグローリーに、ラッシュしたということになりますね。加えて言うと今回タンクラインと呼ばれるものがインパクトしかありませんからね。エンゲージさえできればダイオルブとしてはこのゲームを握れると考えているわけですね。そうですね、アリスターの WQ のコンボノックアップから確実にアッシュのアロースタンが決まるので、そうなってしまえば1キルは確実に獲得できるので、そこからのゲーム展開といったところを考えていますね。この画面にちょうど今映っているこの3人が何かしらのゲームを動かしてくると。そしてクラウド9としてはどう立ち回りますか。非常にエンゲージが先ほどからもまあアローもそうですしアリスターのまあグロリも完成しました。かなり動きづらい、視界のコントロール非常に重要なのかなというシーンに見えますが、どれか一つをうまくディスエンゲージできればクラウド9としてはかなり当たりやすくなるので。ただミッドのセカンドは触っています。そして後ろにファンティクスが回り込んでいる状況か。さあまだ当たりにはいかない。さあここで合流、クリスチャンプリンス当たってる、前線を貫いた。そして CG チェーンで完全に絡め取っている。ただファンティクスがダウン、スニーキーがキルにつなげています。そしてスニーキーがフリー、完全にフリー、決戦場で返していても問題ない。この状態でクラウド9相手の集団戦を弾き返しました。ニーストレード、いや、インパクト選手のサイレンスとノックアップによってファンティックス選手がフラッシュ、イグナイト、そしてプールの使用といったところができませんでしたね。それによってファンティックス選手がバックラインに飛び込んでいたにもかかわらず何もできずにキルを取られてしまった。その後のジェンセン選手の逃げ方ですよね。 CC をもらっていたにもかかわらずとんでもない逃げ方をしましたからね。さあもう一度リプレイです。この当て方素晴らしいですね。あ、これサイレンス使ってないですね。これはスムーシーの俺に夢中で全くブラッドミアのその耐久力、生き残る力というものを一切させませんでしたね。素晴らしい判断ですね。何もできなかったと言っていいでしょう。これ俺に夢中、ラカンのアルティメットは複数に当てるために前衛に使っていくことが多いんですが、それをしっかりとピールに使用する判断というのはスムーシー選手の素晴らしい判断ですね。先ほどの試合でもそうでしたよね。こうスムーシーがこうアルティメットラカンを使ってスニーキーを助けるというそういうシーン非常に多いように感じますね。やはりピールできるキャラクターじゃチャンピオンというのは必要ですか。俺に夢中、相手のキャリーを捕まえた。キングが一瞬でなおキルを取っているのはジェンセン。シェンファイアはたまらずフラッシュアウトです。さあクラウド9がだんだんと生き返ってきましたよ。じゃあレーニングが終わった後の動きというのがクラウド9素晴らしいですね。個人で動いていればキャッチされてしまうということを考えてすぐさま集団で動くことに切り替えて、相手があまり得意としていないポジションでの戦闘を行って1人ずつ倒していくという動きができているので、クラウド9のこうマクロといったところがかなり素晴らしいですね。ダイヤウルブスとしてはこれだけオールインエンゲージができる構成を作っているにもかかわらず捕まえきれない。かなり丁寧にいなしているというのもあって捕まえきることができませんね。さあそしてゴールドほとんど並びました。あと200ゴールド、いや100ゴールドしか差がありません。一番開いていた状況から考えるとこの復活というのはちょっととんでもない動きをしていますね。そしてバロンもアップしています。次のドラゴンまではまだ時間がかかります。お互いにファーストタワーは残っていません。
まずはクラウド9、ダイブルズどちらもバロンの視界というものをしっかりと確保していきたいんですが、まだファンティック選手のビルドといったところがあまり進んでいないということもあって集団戦に持ち込むことができないので、ここはバロンの視界だけを取ってファームの時間に割り当てた方がいいとは思いますが、ここまで攻めていたダイブルスですが耐える状況になると、ボットレーンでしっかりと有利を作れていたんですが、スニーキー選手がもうかなり復活しているというのもあって中盤のダメージの総量といったところ非常に大きくなっているんですね。そうなるとまずはカリスタのダメージが少し落ち着く時間まで耐えた方がいいのかなとは思います。カリスタのパワースパイクというのはちなみにいつなんでしょう。大体そうですね、26分から32分ほどですかでしょうか。ハリケーンが完成してからそうですね5分ぐらいはかなり強力ですので、中盤がまあパワースパイクと。そうですね、つまり今強い、今かなり強いですということは、ここを避けて逆にブラッドミンはストラッチ待ちたいですが、そんなことはさせない。コントラクツとそしてスムーシーが仕掛ける。ただキングが生き残っている。アローの解除も素晴らしい形で入っていますが、ただそれでもインパクトが溜めればキングが消えてなくなる。そしてコントラクツがさばしながらアルティメットをうまく打ち上げて、ひっちゃかめっちゃかの集団戦になっていますが、そんな中でもキャリーがダメージを出し続けているのはクラウドライン。気づけば3人が消えているのはダイヤウルブス。スムーシー選手がエンゲージをしたですが、エンゲージもしたのにもかかわらずスニーキー選手のピールも行ってたんですよね。おっとコントラクス寄ってきた。ジャングラーのシェーンファイを見ないでフラッシュインまでして倒しに行く。ジャングラーなんですけどね、スマイトを使って回復なんとか逃げたいシェーンファイですが、ここでダウンです。その間にもメンバーはバロンを進めています。さあそして最後はスニーキーがしっかりとバロンを獲得。このクラウド9の構成からスティールを狙うというのも一つ難しいですよね。いやー先ほどの集団戦ここのコントラクス選手の仕掛け方からまず早いですよね。これかなり早いむちゃくちゃなエンゲージなのかなと思ったんですけど、テレポートの位置であったりこの仕掛けに対してのスムーシー選手のノックアップ、シールドの付与、今回スムーシー選手の仕事というのがとんでもなく素晴らしいものになっていますね。さあこれで完全にゴールドサー広げたのはクラウドラインになりました。それしてバロンバフを持った状態でトップのセカンドタワー破壊につながります。あれだけ逼迫していたゴールドサが気づけばクラウド9サイドに大きく傾いている。さあ後ろからエンゲージがしたさそうにデスティニーが見ていますが、その間にタワーが割れ、そしてスムーシーがエンゲージしてすぐさまファンティクスの体力が減ってもう前線にいることができない。そしてジェンさんうまく逃げています。さあアルティメットを展開しながら決戦にも入っていますが、コントラクスがうまく逃げながら逃げながらほとんど体力マックスの状態でダメージを出し続けている。そしてキングもここで捕まりました。前線のダブルキル。そしてファンディクスを追いかけるのはコントラクス。チッピーズがボディーブロックで守る動きをしていますが、その間にインヒビターを狙いに行っているのはクラウド9。このままエンドゲームもありますね。さあバロンバフは残っています。先ほどからキャリーが常にフリーでダメージを出し続けているんですよね。止めることができるか。さあ4対2です。チッピーズ仕掛けますがうまくステップでかわしています。一度血沼になってスキルをかわしていますが、これチッピーズがダウン。ただここで残りの面々が復活してきます。スニーキーはネクサスが叩きたいんだという立ち位置でしたが、スムーシーのもう一度エンゲージ。ここで復活したはずのシェーンファイアが一瞬でダウン。ゾニアを使ってファンティクス時間は稼いでいます。もう一度デスティニーが打ち上げて捕まえたがそれでも落ちない。スムーシー、そしてスニーキー、この2人は絶対に落ちない。そしてサブ全てをさばき切ってジェンセンがトリプルキル。そのままネクサスを破壊し勝利したのはクラウド9となりました。一番最初の状況から考えるとクラウド9が25分で勝利というのはちょっと考えづらいですよね。かなりダイヤウルブスとしてもうまくゲームを進めていて自分たちのスペースに持っていけるかなと思ったんですが、そこをジェンセン選手、そしてクラウド9の面々、もう一番はスニーキー選手が破壊していきましたね。序盤あれだけ、いじめられたといいますか狙われたにもかかわらずですよ。
あそこまで徹底的にいじめ抜かれ、ビルドの完成も遅くなっていたのにもかかわらず、スニーキー選手がキャリーしきる。最後の集団戦に至ってはほとんどのスキルを避けていましたからね。ダイアルブスとしては、まあ、面白い狙いをして、そして、まあ、ジェンセンをですね抑え込むことには成功はしていたんですけれども、中盤以降のクラウド9、そうですね、クラウド9の動き、マクロといったところでやはりダイアウルブスを一歩上回っていましたね。これでクラウド9としてはプレインステージも、まあ、ラウンド1ですね、全てを勝利してラウンド2へ、まあ、1位、グループ B の1位として、まあ、進出がこれでも確定したということになりますね。あと残る試合はダイアウルブスもチーム1も1試合ですが、ここをしっかりとどちらが獲得するかですよね。そうですね、ラウンド2に進めるのは各チーム、各グループか2チームずつになりますから。さあそれでは一度この後インターバルに入らせていただきます。ゲーム4ではライオンゲーミング VS ガンビットゲーミング、こちらの試合の模様をお届けいたします。それでは我々は一度失礼いたします。